2人まで無料となるエコファミリー制度を実施しております。料金は大人200円、子ども100円です。旅行者北上経由、マヤ通り経由。
って右側です。前の車両の扉は内側に開きますので、足元ステップの黄色い部分より下がってお待ちください。また向こう向かえなくなっておりますので、お降りの際足元ご注意ください。
通ケーブルカーと行き違います。ここがちょうど中間点で、車輪の構造によりグリーン色の西アジサイ号はいつでも西側を、エンジン色の夢アジサイ号は東側を通るように出しています。ご覧いただいたことと存じます。お気づきの通り、マヤ山全体は自然に囲まれ、四季を通じてお楽しみいただけるところです。ぜひともまたのお越しをお待ち申し上げます。まもなくマヤシーブル駅に到着いたします。車内にお忘れ物ないようにご用意願います。また向かって左側よりお降りいただきますが、扉は内側に開きますので、扉付近の方は一歩下がってお待ちください。降りられましたらホーム階段お足元にご注意くださいますようお願い申し上げます。本日ご乗車誠にありがとうございました。ご乗車ありがとうございます。ケーブル駅に到着いたします。車内にお忘れ物ございませんよう、車両がよく止まりましてから進行方向を向かいまして、左側より降りてください。扉は明かりが開けいたします。扉にお手数列一歩下がってお待ちください。駅前バス停より神戸市バス18系統阪急旅行方面 JR 六甲目行きのバスの発車時刻が14時12分となっております。三宮方面お急ぎのお客様は駅より徒歩7分ほど下りました。観音寺バス停より2系統のバスが本数を出ております。2系統のバスをご利用ください。本日お乗り場に夢散歩をご利用いただきまして誠にありがとうございました。停車の際少し揺れます。お足元お気をつけください。